エコバッグの持ち手の部分を縫っていきたいと思います。すでに同じ形の布が2枚重なっています。すでに中表に重ねていますので、このまま待ち針を留めて縫っていきたいと思います。はじめに縫う部分はこの両端のカーブの部分、左右対称になっています。この部分を縫っていきたいと思います。縫う方向に対して待ち針は垂直に留めますので、このように放射線状に留めていきます。で、大事なポイントはこのカーブになっている角の中心に必ず待ち針を留めるということです。反対側も同様に留めていきます。これで、両端の待ち針止めが終わりました。縫い代幅1センチでこのように縫っていきます。ではこのカーブの部分を並縫いで縫っていきます。まず、縫う長さより少し長めに糸を切ります。今回は1本取りで縫っていきますので、糸の端と端は、ずらしておきます。そしてまず玉結びをしていきます。縫い針の上に、クロスして糸を置きます。そして 1,2,3 回巻きつけたら、この巻きつけた糸を寄せて親指と人差し指で挟みます。そして針を抜いていきます。そうするとこのような、玉結びができています。このように縫っていきたいと思います。縫い代幅は1センチです。それと、長い距離を縫っていくと糸が結ばれやすくなってきますので、少し引っ張ってというように、糸を弾いておくと結ばりにくくなります。この布端から約1センチのところを縫っていきたいと思います。並縫いは針を上下に動かして 2,3 針ずつ進めていきます。針を抜いた後は布が寄ってますので、このように指の先でしごいて縮みを伸ばしておきます。カーブに差し掛かりましたが、カーブに沿って約1センチ幅で縫っていきます。慣れてくると一度に5針ぐらい縫い進めていきます。その時は針を抜くのにちょっと力がいりますので、こういった指抜きを使って針の針穴の方を押すか、またはこのテーブルで押して針を抜くと抜きやすくなります。この要領で、この端まで縫い進んでいきます。布端まで来ましたので、ここで、玉留めをしたいと思います。縫い終わった、糸のところに針を持っていきます。そして
この布から出ている糸を1、2、3回巻きつけます。そして、布の裏から人差し指、上から親指でこの巻きつけた糸をしっかりと押さえます。そして針を抜いていきます。そうすると、このように玉留めができています。玉留めから5ミリ程度糸を残して切ります。これで並縫いでこのカーブを縫うことができました。この反対のカーブも同様に並縫いで縫っていきます。ではこの中側にあるカーブにも待ち針を留めていきます。まず始めと終わりの位置に待ち針を打ちます。次に4箇所のカーブの中央に放射線状に待ち針を留めます。そしてこの長い間には 2,3 本程度留めていきます。これで中のカーブの待ち針留めが終わりました。ではこの待ち針で留めた部分を縫い代幅1センチで縫っていきたいと思います。長い距離を縫っていると途中で糸が足りなくなることがあります。この場合だとこの糸ではこの最後まで縫い進むことはできそうにありませんので、ある程度の長さを、そういった時はある程度の長さを残してここで玉留めを行います。そして新しい糸を針に通して、続けて縫っていきます。手縫いの場合で、糸と糸を縫い継ぐ時ですが、この縫い終わりから縫い始めるのではなくて、2,3 センチバックして、縫い終わり 2,3 センチ手前から重ねて縫い進んでいきます。このようにすることで、たとえ糸を縫い継いでもしっかりとした縫い目になっていきます。少し長い距離ですが、このようにして、こちらの反対側のゴール地点まで、並縫いで縫っていってください。端まで縫い進んできましたので、ここで玉留めを行いたいと思います。縫い終わった糸のすぐそばに針を持ってきて、ここで糸を 1,2,3 回巻きつけます。そして、この巻きつけた糸のところを指で押さえて、針を抜いていきます。でこの時に、この巻きつけた糸が少しこう動きますので、離れた状態で針を抜いてしまうと、このように浮いた状態で玉留めができてしまいます。そうなっているとしっかりと布と布が止まらずに、こんな風に縫い目が開いてしまいますので、こういった時、玉留めが思うような位置にできなかった時の、リカバリー法ですが、この分浮いてしまった糸の分、返し縫いをします。返し縫いをして、このようにもう一針、バックして、ここから、糸を出していきます。そしてもう一度、玉留めにチャレンジをしてください。
このように動きますので、針が布にピタッとくっついた状態で指でしっかりと押さえて針を抜き取っていきます。そうすると、布のすぐそばで、玉留めができました。これで、全ての、カーブを並縫いで縫うことができました。